フォルツァスタイル。こんにちは。こんにちは。それあれですか。これあれだね。信玄に負けた家康ですか。その通り。正解。しかみ像。しかみ像。そう負けてこう苦虫を噛みつぶしたみたいな。そうあの実はですね、こう徳川家康が愛した町。やってきました駿河の国静岡。今回ね静岡に世界一になった男がいるって聞いたんで、僕のね愛してる靴を一足持ってその人に磨いてもらおうと思ったんで、ちょっとねわざわざ静岡という町までやってきました。ここから多分歩いて 4,5 分なんで、早速そこに磨いてもらいに行ってみよう。この辺ですかね、多分ねこの辺だって言ってて、この交差点の近くって言ってたと思うんで、あれっぽいな、ワイズシューシャイ見つけましたよ。これか。第1回靴磨き日本選手権3位、2019年ワールドチャンピオンシップスインシューシャイン2019優勝、どうだ世界一っていう。本当だ、第3回世界大会優勝ということで、じゃあ地下なんで行ってみたいと思います。ワイズシューシャイン、こんにちは。こんにちは。フォルツァスタイル編集部の谷中と申します。杉村と申します。あの杉村さんの靴磨きのテクニックをちょっと拝見したく、はい、あの東京から車を飛ばしてやってまいりましたんでありがとうございます。でちょうどあのザ・ウェイシングス号の石見さんと、はい、あの寺島さんにもやっていただいて、僕もまたあの私物のオールデン、あのバーガンディ、はい、ナンバー8って言われるのの V チップ、もうだいぶ履き込んでるんでこうちょっとつま先も潰れてきちゃってるんですけど、まあ結構愛着のある靴なんで、はい、こちらをお願いしたいなと思うんですけど、メニューとしてはどういう感じのメニューがあるんですか、こちらでは。そうですね、その場磨き、その場磨き、あとお預かりっていう感じで分けて、はい、ちなみにその場磨きだとお値段はおいくらぐらいからなんですか。4000円プラス税からですね、はいはい、でお預かりだとちょっとだけお安くなる。そうです、こう段階的に。じゃあちなみに普通に磨いてもらうと大体所要時間っていうのが1時間弱ぐらいですかね。このシューシャイナーっていうお仕事を、はい、まあ、一番最初のお話で、まあ、目指すきっかけというか、はい、これをこう生業にしようと思った最初のってどういう感じなんですか。流れだったというか、もともと正直言うとモブリでやってたので、そうなんですね、サラリーマンだったんですけれど、はい、まあ、ちょっといろいろありまして、はい、ちょっと他の会社に出向することになったんですね。テンション落ちちゃったんですよ。自分のお仕事としてやってらっしゃったことが。で、ね、でまあ、あの靴磨きは正直言うともともと習慣だったので、はい、それは誰かの影響。父親ですね。お父様が靴を磨くのが割と習慣であって、ですね、高校2年生ぐらいの時にあのキャップトゥの革靴をセールで買ったのがきっかけで、はい、それを履いて学校に行ってらっしゃった。行ってました、行ってました、言ってましたね。あの制服が割とかっこよかったんですよ。ローファーをグズグズに履くとか、はい、あのかかとつ買わないとしちゃうよりはちゃんとおしゃれのしがいのあるある制服でした、ね、だからこうキャップトゥー履いたりして、はい、かっこつけてましたね。じゃあもうそれもその時からもうちょっと磨きもまあまあ真似はしてました。今のは汚れ落としを、はい、ブラシで。あ、そうです。あれはほこりですね、はい、馬の馬毛ブラシですね、はい、まあ、あのやっぱり毛足の長さですかね、はい、僕のはあの、まあ、江戸屋さんのブラシなんですけれど、はい、うん、やっぱりこうほうきと同じでこう毛がしなって、はい、ほこりをこうパッパッと弾いてくるっていうイメージですね。細かい部分はちょっと力を入れてこうグッと押し込むように、はい、とかあとまあ代用品としては歯ブラシとかでもいいと思います。あのこれなんかは僕これも馬の毛のこういうのがあるんですけど、はい、これでもうこういう細かい部分の100円もしない。あ、そうなんですね、結構手頃なので。あ、じゃあ、まあ、買っていただいてもいいかもしれないですね、はい、で次に今はクリーナーです、ね、クリーナー、はい、ほこりは今一通り取りましたので、はい、まあ、アッパーとか全体の汚れをちょっと落としていきます、はい、クレンジングですね、はい、
クリーナーもなんか特別な。そうそう、で、オリジナルですか。これはちょっと僕混ぜて。混ぜて、はい、あの企業秘密な。ちょっとそうですね、はい、あの秘密な感じですね、はい、怪しくはないので大丈夫です。僕はあのブリフトアッシュで長谷川さんから下ろしていただいてるんですけど、はい、すごい落ちるクリーナーなので、はい、コード板はちょっと気をつけたいところが、そうですよね、ありますから、それでこうゆっくり落とすようでちょっとこれ混ぜてみたんですけど、あのクリーナー僕の主観なんですけれど、はい、クリーナーはいろいろ持ってる方がいいかなって気がします。ベースはやっぱりあの一番いいなって思うそのこのシリーズなんですけれど、はい、これですね、これが僕は定番に、はい、これブリフトアッシュさんが開発してるやつですね。僕らはやっぱお金をいただいてやってる身なので、ね、対応できる幅はいくらこれがメインだったとしても広い方がいいだろうっていうのが考え方ですね。乾燥肌の人もいればオイリーな肌の人もいるですね。同じ洗顔フォームじゃいかんだろうと。ちなみにそれで、まあ、目指すことになって、はい、まあ、その脱サラっていう形になるんですか。そうですね。おいくつの時ですか。27で今29歳でしたっけ。そうですね、2年前今年30歳になるので、はい、2年ちょっと前、うん、ですね。オープンして、今1年半ぐらいです。1年半ぐらい。じゃあ始めて1年弱ぐらい経って、城を構えたってことですか。そうですね。なんでしょう、こう潜りとかでやってた期間も長いので、はい、トータルで見ると多分もう潜りの期間も3年4年ぐらいある。サラリーマンやりながらので、うん、本当に延長線というかこう流れに乗ってきたっていう感じなので、なんかこう特殊ですよね。うどうですか、その汚れの具合というか、その、ま、過去 の塗ったものの残り具合とか、まあ、でも全然こう嫌に残ってる感じはないですね。やっぱり汚れ落としって正直難しいところではあるんですよね、はい、見た目の判断でいくと今日お持ちいただいたコードバンなんかは、はい、もうこのぐらいで結構落ちてます、うん、余分に中の油を抜く必要もありませんし、はい、時間がかかっちゃうんでやらなかったりするんですけど、はい、水で抜いちゃうとかもしますし、クリーナーより水の方が落ちるって場合もあるんですよ。そうなんですね、コードバンなんかは割とそうかもしれないですね。まあ過剰にやる必要はないっていう感じになるんでしょうね、うん、はい、クリーナーにしてもクリームにしても使いすぎというか、まあ、酒とかと同じですよね。飲みすぎず、そう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 、食べすぎずみたいな腹八分目的なやり方をでしょうね。今もう聞くか、もうすっぴん、はい、すっぴんちゃんですよね、ですね、はい、一通り。ここからどういう、僕は場合によってなんですけど、はい、これコバを削ったりもするんですが、はい、クリームをちょっと塗っていこうかな。はい、色づきがいいこのサフィールのクリームですね。まあ、僕もともとメインはこれだったんですけれど、そうなんですね、まあ、長谷川さんのザ・クリームに出会った時衝撃でしたね。浸透力の差ですね。それはもうピカイチで違いましたね。へ、今までにもコロニルとか優秀なクリームってありますし、はい、まあ、コロニルももちろん使うんですけれど、今でも使うんですけど、はい、まあ なんでしょうね、本当にいいとこ取りのあれですね、染み込んでいく、皮が喜ぶんで受け入れてるっていう ですね。本当に色も色づき弱いってよく言われるんですけど、はい、ちょうどいい具合なんですよね。地の部分のエイジングを邪魔しないっていう印象です、僕の中では。なので色づきしっかりつけたいよっていう方の時は、はい、これを塗って、はい、で、まあ、ダマにならないようにザクリームで希釈しながらとか、いろんな使い方しますね。コバはこんな風に、はい、色だいぶ綺麗に、ね、これはクリーム、ザクリームですね、はい、色はごめんなさい、今勝手に黒出しちゃったんですけど、はい、ちょっと濃くし、はい、割といつも入れるときは黒っぽいクリームを入れるようにしてますね、そしたらちょっと混ぜた方がいいか。お、シンプルにバーガンディだけ塗っていただいても、はい、結構濃さはつくと思うんですけれど、はい、まあ、靴クリームの面白いところって混ぜられるっていうところだと思うんですよね、うん、この作業初めてですね色を混ぜるときは、はい、僕は何でしょう、ちょっとわざと大雑把というか多めに作ります。お、ちょこちょこやってると
またもう一回作り出さなきゃいけないし、そうです、それで足りなくなっちゃっても変なので、はい、まあ多めに作っておきますね。ダークバーガンディよりもさらにバーガンダークみたいな感じになっちゃいます。いい色ですね。でもなんか一回取るよ、こんなもんです。多分みんな薄い、皆さんこんなもんじゃないですかね、一回取る量って、はい、でこれで塗っていっちゃいます、ね、はい。とにかくすり込むっていうイメージを大事にしないとなっていうところですかね。あとはまあ指でやってるっていうのもあるので、はい、で手荒れとか怖い方いると思うんですね、はい、靴クリームって結構そういう材料とか気をつけてるので、はい、あんまり荒れることはないんですけど、なんか言ってましたよね、石見さんも、まあ、ハンドクリーム代わりにするぐらいになんかいいものを使ってるって、そうですね、まあ、ザ・クリームは特にそうですね。そうですよね、でもやっぱり心配な方もいらっしゃいますし、うん、僕もアトピー持ってるんですよ。あ、そうなんですか。気持ちはわかるので、はい、ゴム手袋とかサランラップとかをこうパッと巻いていただいたり、あ、で、まあ、やっぱり本当に心配な方はブラシ使っていただいていいと思いますしね、はい、楽しんでもらえないと文化って衰退しちゃうので、うん、そうですよね、まあ、苦痛を感じながらやるものではない、なんか大きい話にしちゃいましたけど、でもそこだと思いますね。よくカッサ棒とかマッサージの棒でとか水牛の角で潰すとかってあるんですけど、はいはい、あれももちろんやっていただいていいと思うんですけどね、あんまり荒れてない部分をわざわざやる必要はないと思います。これピンポイントですね、シワの部分とか、はい、凹凸が出ちゃったよっていうところをメインにやっていただければ僕はいいかなって思います。それが例の水牛の角です、はい、カッサ棒ですね、マッサージの。でやっぱりこう高いですよねって皆さんからご指摘いただくんですけど、はい、これアマゾンで1000円くらいなんですよ。だこういうちゃんとモブレとかが出してくれてるのもあるんですけど、はい、代用はできます。で僕なんでこっちかっていうと持ちやすかったっていうのが、これもちろん一級品なのですごくいいんですけどね、はい、僕のこう手馴染みがこっちの方がいいなっていう感じですね。こっちの方が鋭利なんですよね、あ、先端が本当に細かい線で入れたいようなところとかこっち使いますね僕。あとこうへこんでくれてるのでくぼみ沿わせたりとかっていうのはで結構この擦りつける向きとかも、はい、あるとは思うんですけれど、はい、とにかく僕の場合は全体かけたい部分を決めていただいたら、はい、まずは縦と横に縦と横、でまずは押し付けるっていうことをちゃんとムラなくやってあげるっていう意味で縦と横で、見入っちゃいますね。たまにいらっしゃるんですよ、はい、お客様の中で全く喋んなくていいかって、あ、もう見てるからこの靴を頼むっていう感じで、いらっしゃいますね、娘を任せたみたいな承知いたしましたって感じです、この静岡という場所を選んだ理由をお聞かせいただければと思うんですが、そのやっぱり東京はやっぱり花の都ですからね、はい、ただちょっと生意気なんですけど、はい、東京出たら、まあ、需要はあると、うん、ヒットまでいかないにしてもまあまあ普通にいい具合だろうっていうのは、はい、ちょっと思っちゃったっていうのがあって、はい、なんかちょっと違うなって思ったんですよ。でこう考えてて、はい、やっぱり言われました他の人からも、はい、出ないの、うん、出た方がいいよとかってなんですけど、地元、はい、やっぱり静岡、はい、でやりたい、やっぱり何か還元をしたいっていうのもありましたし、それまでこうお店の傍らを貸してくださったお世話になっている方々ももちろんいましたし、はい、やっぱりやるなら地元だろうと。おちなみにここはお一人でやってらっしゃる、はい、そうです。じゃ あ, まあ将来的にはその自分の技というかを受け継ぐ方を育て上げてとかはやってみたいですね。東に置いて西に置いてと。で今クリームを塗って、はい、これは何毛の、これ豚ですね。これは豚毛、はい、そうですね。まずはコード版の僕のイメージはまずは伸ばす伸ばす感じですね。でちょっと色を今回濃くしたかったっていうのもありますし、はい、黒を混ぜたっていうのもあるのでわざと黒いブラシ、 ブラシバーガンディでやってしまうと、はい、まあ、これに移っちゃうっていうのもあります、ね、はい、で他の
お客様の手術をしちゃいますし、はい、それを避けたいっていうので強い方のブラシを使います、うん、で今こう擦り込んでいった感じなので、はい、まあ、片方ずつやってでちょっとこう強めに強めにやっていきます、はい、僕もどっちかというとコード盤はあんまりこうもちろんご注文いただければやるんですけど、はい、全面鏡面バキバキっていうのはあんまりやらないタイプですね。そうですよね。僕はこの鈍いいぶし銀な輝きというか、わかりますわかります。芯材は狙うんですけれど、はい、こうなんでしょうね、具合というか、うん、じゃあちょっと、はい、続いてはワックスですね。ワックス、まあ、指で塗っていくのがメインなんですけれど、はい、僕はあのコード盤はちょっとブラシでなじませてもいいと思います、はい、それは理由的にはコード盤ってこう、はい、今この段階でも結構きれいにこうふわっと光っててはくれるんですけれど、ね、まあ、せっかくの動画なのでムラなくまずは伸ばしたいっていうのを伝えたいっていうのがあります、はい、ぜひじゃあそれを見せていい、こう人撫でぐらいで人撫で、いいと思います、はい、さっと。僕の場合まずは靴のこの方向に対してこの方向に対してブラシはその直角にまずやっていきます、はい、まあ、こんな感じで、はい、まずはサイドから僕はなじませます、まあ、これができるのもコード盤全体にワックス塗っていいよっていうのがあるからできるっていうのもあるんですけど、うん、はい、まあ、まずは縦に、うん、ブラシで擦り込んでいくと。で、片方やったらもう片方に移る。はい。まずは塗った回数とか、はい、そういう置いてる時間を一定にするために片方ずつ必ず同じ工程をやってあげると。はい。あとこの V チップは、はい、横のこの顔って結構もう一つの顔だと思うんですけど、はい、こうスーッと伸びるようにつながってると僕はかっこいいと思うので、うん、それでこうワックスはこうなじませるっていうのが、そういうことなんですね。ありますね。あと指塗りは慣れてないと、はい、ムラになるっていうのが あるんですけど、はい、その境がはっきり出すぎちゃう時があるんですよね。境が出すぎちゃうか、それをブラシでやると、まあ、ぼかしやすいっていうのはあります、うん、で色は濃くしていきたいのでまた今度黒を入れていきます。で今ブラシで一通りなじませたので、うん、手 でそうです。ここからはちょっと手で、ブラシだけですと、はい、ちょっと凹凸が出ちゃうんですよね、ワックスに。なのでそれをこう指でちょっとワックスつけながら平らにしていくようなイメージですね、はい、うん、でもう結構な量は擦り込んであるので、はい、まあ、布で仕上げていくときはほとんどつけないイメージです、うん、もっと長期的になんか大きな目標みたいなのって何かあったりするんですか、はい、そうですね、またできれば嬉しいなって思うのは静岡が中心でその周りの県に増えていく進出していったりとか、例えばちょっとこうマニアックな靴屋さんがあれば、はい、一緒にやるというか。いいですね。僕緑が結構好きなんですけど、緑色のアイテムってあんまりないので、はい、それがより取り入れやすいような何か、こうパッと出せたら嬉しいなと思って、うん、ちなみにその巻いてるのもそれが影響してるんですか。ですグリーン好き、オリジナルで作ってもらって、そうなんですね。これ完全に僕の好み、好み。なんかこうブルーっぽくも見えるっていう、うん、青だけのような、いや本当ですね、色なんですけどね。でこうちょっと下からせり上げるような、せり上げるイメージですね。もちろんこう縦にも横にも磨いていくんですけれど、さっきワックスをこう縦にやっていったっていうのもあって、はい、下からうわ映り出してますね俺が。たまにお子さんとお客様いらっしゃっていただくことがあるんですけど、はい、まあお子さんは興味津々に見てくれますね。そうですよね、なんでこれ光ってんの、みたいな。女の子はずっと見てます。あ
あのまあ、綺麗にキラキラ光る、どの段階最終のフィニッシュに近づいて、うん、近づいてきましたね。定番のヤギブラシですね、はい、で水は少なめでやっぱりやっていこうと。あんまり強く当てすぎちゃうとコード板だけじゃないんですけど、はい、水多かったり強すぎちゃったりすると曇っちゃうんですね。なのでちょっとその力具合気をつけたいですかね。毛先をこうパンパンパンと当ててあげるイメージなんですけど、で最後は水だけですね、はい、で結構ここであのさっきまで使ってた面を使う人いるんですけど、面は変える、面は変えます、はい、新しいところに変えた方がいいですね。でこの感じすごいな、いいな。もちろん乗せればもっと光ります。まあそうですよね、このぐらいが、うん、僕はこのぐらい好きです。僕もこのぐらいが好きです。俺の靴こんなんだったっけみたいな。すぐ履きたくなっちゃうんだけど、この靴履く前にね、綺麗にしかもう体を清めてから履かなきゃいけないなと思ってるんで。なるほど、そう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 。なのであるところにこのまま行こうと思ってます。どこだろうな、どこだろう、まあ、静岡といえば聖地があるんで、そこでちょっとこう清めてこようと、整えてこようと。なるほどなるほど、おでき、いやこれこの、いや素晴らしい、めっちゃ綺麗になってますよこれ。ありがとうございます。いや素晴らしい、ありがとうございます。いやどうもです、ね、素晴らしい、めっちゃ綺麗です。なんかこの9月に行われる伊勢丹の靴博っていうその、あの、シューズを磨くイベントの中で、シューシャイナーチャンピオンオブチャンピオンズあのに、日本から3名、石見さん、長谷川さんと杉村さんが出て、あとそれプラス海外から3名またで、まあ、何かしらのチャンピオンを持ってる6名がキングオブキングスを決める戦いにあるんですよ。意気込みをちょっと聞こうと思ってて、やっぱり勝ちに行きたいですよね。もうそのなんでしょう、お世話になったお二人、はい、まあ、それこそ仲のいい常さんだったりで来てくれるんですけど、はい、だからこそどっかでやっぱ勝ちたいなっていうのはありますけど、いいですね、ダントツなわけですよね、うん、お二人とか常さんもそうですけど、どこまで僕が食らいつけるのか、で食らいつくで、ね、言い方変ですけど食らいつくべきなのか、はい、あとはどれだけこの靴磨きが楽しいものなのかっていうのを出せるのか、あ、だからそれまでも含めてもう楽しもう、いいですね、出たくても出れない方っていますし、はい、あのやっぱ出させてもらえるっていうのは事実なので、はい、楽しまなきゃもそうですし、狙っていかないほど失礼なことはないはずで、いいですね、じゃあ取りに行くと、もちろんじゃあ期待しますんで、その模様もよろしくお願いします。ぜひぜひ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと本当はすぐ履きたいんだけど一回収めます、はい、別にどうでもいい話なんだけど、この静岡には雪月花って有名なお店がありまして、そこ昔ねオールデンとシルバのラッタンジの別注とかやってたんですよ。なので靴はオールデン、袋はシルバのラッタンジでしてみました、ね、一部の人しか分かんないし、だからどうしたって話なんですけどね。またよろしくお願いします。じゃあ失礼します。ありがとうございます。お気をつけて。